いやーもうね、まあ、ネット番組もそうやし、テレビ見てても、むちゃくちゃ言ってますね、みんな。はい。どうも。ね、船さんです。はい。まあまあ、まあ今の日本経済がね、もっともっとまともになるためには、デフレ脱却が必要なんですけれども、このデフレもね、脱却なんてもうそんな、これ自体が高度ですわ、もう。高度な次元ですわ。ほんまにむちゃくちゃ言ってますね。ライブ、イエー、レフ、ライト、肉やこまげん、レフ、ライト、ムービッタげん、レフ、ライト、肉やこまげん、レフ、ライト、エイ、まず最初の一歩を踏み出せ、それ最初の一歩が肝心だ。肉食牛必殺、今から必ず前へ進めるさ。アゲン、最初の一歩を踏み出せ、それ最初の一歩が肝心だ。肉食牛必殺、今から必ず答え見つけるさ。もう言論人もそうですけどね、芸能人とか、ね、どこのお前馬の骨やねんみたいなやつとかがね、偉そうなこと言うてますよね。って言うてるお前もどこの馬の骨やねんっていう話なんですけど、いや、ほんまね、いや、すごいわ。というのもね、まあ、今、このコロナによるね、経済被害によってですね、まあ、なんかいろんなね、施しをするせえへんみたいな話ありますよ。ね。で、まあ、飲食店に対してね、緊急事態宣言をまあ発令して、で、飲食店に対してね、まあね、時間を制限したわけですよね、営業時間をね。で、まあこれによってね、もちろん、売り上げはね、下がりますよね、飲食店のね。まあ、これも死活問題やと。どうして生活していけばええねんっていう話になって。ほんなら、まあ、政府は、1日のね、売り上げをね、6万円までなら保証しますっていう話になったわけですよ。で、このね、6万円っていう金額ね、まあ、例えば、まあ、カウンターだけでやってるような飲食店とかね、飲み屋さん。こんなところで言うと、まあ、1日のね、まあ、売り上げがね、まあ、せいぜい2万3万、なんていうところもザラにあるわけですよね。まあ、客単価ね、5000円やとして、ね、これが、まあ、1日ね、5人、6人っていう、ね、で、それでもうやってるような店なんかいっぱいあるわけですよ。まあ、こういうところで言うと、まあ、逆に、まあ、やけ太りじゃないですけど、まあ、このね、政府の、まあ、売上保証6万円によって、まあ、楽になったわ、というようなお店ももちろんあるわけですよね。でも逆に、まあ、大箱なんかで言ったら、まあ、ね、100席、200席、ね、1階、2階、3階のフロア持ってます、みたいな大箱やったら、そんなもん6万円なんてもう焼け石に水ですよ。何の足しにもならん。売り上げ。ねえ、これで生きながらえてくれ。いや、バカなこと言うなよって批判、もちろんしますよね。ねえ。で、まあこれ当事者からしたら、まあそりゃこういうふうにね、思うわけですけれども、まあ、この現状ね、まあ、テレビなんかでもそうやし、ネット番組なんかでもね、不公平だの、なんだのっていう話で、議論してるわけですよ。小さい店側、小規模のお店のね、店主の人なんかが、こういうことを言ってると。ね、まあ、大箱の、ね、人たちからしたら、こんな6万円なんて、ね、本当に何の足しにもならない、ね、ような状況で、で、その我々小さいお店は、この6万円で助かるけれども、まあ、同じ飲食業界でね、頑張ってる身として、その、自分たちだけがね、
その命をというかね、まあ延命させてもらってですね、なんか大箱の人たちは、その恩恵を全くこう、ね、受け取ることができてないから申し訳ないと。このね、なんか自分たちだけ、なんかぬくぬくと、助けられて、大箱の人たちは助けられないなんていうね、助からないなんていう、この状況がものすごく不公平で申し訳ないという声が出ていますと。だからこの6万円をね、受け取ることを拒否するとか、受け取るのがものすごく後ろめたいとかねっていう意見が数多く出ています、なんていう話をしてるんですよ。これを何らかしらの電波に乗っけて、こういうことを言ってる人が多いんですよって言ってるんですよ。いやいや、不公平なことを散々今まで虐げられてきてる人ですよ、これを言ってるのが。何を言うとんねんと。ね。例えば、まあ、資産家であり、投資家なんかで言うと、まあ、分離課税。ね、こういった金融商品なんかで、ね、こう、売り上げ、利益を上げているような人たちに対しては、ね、まあ、税金のね、課税システムがちょっと違うんですよね。普通に所得税のように、まあ、累進性、累進課税としてね、まあ、こんだけ儲けたら、こんだけ払ってくださいね。で、こんだけ儲けたらさらに税率はアップしますよ。なんてことはなくて、一律 20% ですよと。どんだけ儲けても 20% ですよ。っていう話なんですね。はい。だから、まあ、儲ければ儲けるだけ、ね、まあ、課税されてしまうような累進課税というね、方式ではないと。でも投資家ってそもそも莫大な金を持ってないと成り立たないような地位の人たちですよね。だってね、1000円ポッチ、1万円ポッチで投資したとて、ね、利回りなんか 1% とかですから。ね、よくて 2% とかですよ。5% なんてほぼ出ないですから。ってことはね、年率 1% やとしたら1万円投資したら100円の利益しかないわけですよ。こんなもんね。やってもしゃあないわけですよね。ね、100円欲しかったらあれですけど、結局缶コーヒー1本買うと終わりですよね、その利益って。ね、これが10万円なら1000円ですよね。100万円で1万円。ってことは、自分たちがね、まあまあまあ、満足して、ね、まあ生活できるぐらい利益を上げようと思ったら、ね、例えば500万か、稼ごうと思ったら、ね、100倍いるわけですよ、軍資金が。ということで、5億ですよ。5億のお金を転がして、1% の利回りで500万円獲得して、それで飯を食う。みたいな。元で5億ですよ。5億なんていう金を、すでに持っている人って、そもそも、アホみたいに金持つでしょ。この、そもそもアホみたいに金持ちな人たちが、ね、さらに、どんだけ金儲けてもこれ以上は税金貸せませんよっていう恩恵受けてるんですよ。はい。自分たちばっかりね、助けられるのは後ろめたいななんていう言葉、いやいや、もう十分十分富裕層はその恩恵をもういかんなく、いかんなく、隅々まで、もう重箱の隅をついて、これでも買ってぐらい、最後の最後まで米食い尽くして、そこまでデカなっとるんですよ。そこまで、ガメ、取るわけですよ。はい。まあ、それ以外でもね、まあ、規制緩和、いろんな規制緩和ありますよね。規制緩和推進委員会っていうのがあるぐらいですから。ね。やれ、ね、まあ、派遣労働解禁なんかもそうですし、ね、コンセッション方式、PFI、ね、PFI 推進委員会みたいなんもありますよ。ね、これって何なのかって言ったら、いわゆる、その、国がね、これは、
公的に行っていく事業ですよって決めたやつ。ね、ここは民間入っちゃいけませんよ。ね、国民の生命に携わ、関わる、ね、ジャンルに関してはもう国がきっちりと赤字だろうが黒字だろうが関係なく、ね、利率に関係なく運営していきます。これは国家予算でやっていきますっていう、こういう事業を、いやいや、これは自由競争の下でやるべきだって言って、そのね、ルールを完全に変えてしまって、自分たちが参入できるように、まあ、組み替えていこうよと。うん。これをすることによって、もちろん民間のね、まあ、言うたら、ね、莫大な資産を築いた経営者たちは、もっともっと利益を欲しいってことで、どん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 ね、そういう事業に介入していくわけですよ。ね。でもね、まあ、国家が運営している、ね、公的事業、ね、公共事業だったり、公的な事業っていうのは、利益度外視なんですよね。利益度外視やから、まあ、言ったら、一人のために、ね、ポツンとしたね、離れ小島、一人のためにでも、ね、飛行機を使ってでも、ヘリコプターを使ってでも、船を出して燃料を焚いてでも、この人に手紙を届けたりするわけですよ。でもこれって、どんだけ経費をかけても、この人に手紙を届けることが目的だっていう、この、これができるのは、利益度外視でやってる NPO 法人だったりですとか、ね、政府でないと無理なんですけれども、営利団体がこれに参入してしまうと、もちろんこの離れ小島のこの人に対して手紙を届けるなんていうことは、真っ先に行わないですよね。ね。いや、嫌なら引っ越せよって言うんですよ。自己責任ですよね、これがね。はい。こうやって、どん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 ね、自分たちの都合のいいように、ルールを変えていく。ね、もちろんこの離れ小島に住んでいる人っていうのは、今までね、自分が住んできた、このね、島に残れない。で、自分がコストをかけて、ね、しぶしぶですね、手紙が届くところに引っ越さなければいけないという、まさしく自分、我々にとって、ね、一般の人間にとっては、下々の人間にとっては、全然メリットのないようなことだって起こってくるわけですよ。これこそ、ね、全然不公平ですよね。うん。その不公平な、そのね、まあ、強権を、いかんなく利用して、どん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 、太っていったのがそういう人なんですから、たった6万円ポッチを受け取ることも不公平だから気が引けるなんていうことは、いや、それこそね、自殺行為ですよ。はい。実際は、汚い奴ら、というか、まあそういうね、制度を利用して、ね、どん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 ね、がめてった奴らが、実際は、ね、ぬくぬくと生活をしててですね、こんなコロナ禍でも何一つ心配することのないような状況になっていると。橋本徹もね、そんなこと言ってましたよ。ね、10万円は、まあ、僕らみたいな人間は全然欲しくないと、必要じゃないと。ね、ただこんな人間にもね、配ることが、ふさわしくないから、まあ、全国民に対して10万円給付は行わないって言ってるだけですよ、みたいな話を言ってて、まあ、なんか麻生太郎をね、擁護するような話でしたよ。うん。っていうね、言葉からもわかるように、まあ、今、このコロナ禍でね、そういう人間は全くもって、なんともないんですよ。ね。うん、苦しんでるのはやっぱりね、下々の我々ですから。はい。だから、まあまあまあ、今回のね、このね、テレビや、そのネット番組なんかでね、気の引ける思いだみたいな、受け取るのは拒否しますとか、ね。いや、そもそもそんなことを言ってたんかどうかも怪しいでしょ。うん、そういう風に持っていきたいっていうメディアの戦略だっていうことも考えられるし、もしほんまに言ってたとしたら、いやいや、そんなもん不公平って、いや散々大手は、
むちゃくちゃ恩恵受けてきてるし、これまで不平等なことバンバン利用してきてるからって言ってあげないといけないですよね。はい。まあ、ちなみにね、まあ、この飲食店絡みの話で言うとね、まあ、芸能人のカズレーザーなんかもね言ってましたよ。まあ、今回のその10万円のね、一律給付はやっぱ難しいんじゃないのかみたいな話を言ってて、まあ、っていうのが今回に限ってはそのね、緊急事態宣言を発令したのは、まあ、一部の事業、まあ、いわゆるこれがね、飲食店と飲食店にまつわる、一部の事業のみに、まあ、動くな、みたいなね、ことを、まあ、課せたからこそ、まあ、全国民がね、一斉にね、行動をストップさせているわけではないから、10万円給付を全員にするのは難しいみたいなことを言ってたんですよ。でもね、経済ってそもそもが、じゃあ飲食店ストップしましたって言って、はい、飲食店ピタッ止まりましたって言って、飲食店の人たちだけが、ものすごく苦しいわ、死んでまうわってなってないんですよ。経済って飲食店の人たちが収入減ね、収入が落ちることによって、その人たちがね、生活する上でね、いろんなものを購入したりとか、いろんなものを利用するわけで、その金額ね、消費する金額、飲食店の人たちが消費する金額も減っていくんですよ。ね、遊ばないっすよ。ね、パチンコも行かないっすよ。ゴルフもしないっすよ。うん、生活切り詰めたら。ね、飲食業界って、そもそも日本で言ったらものすごい大きい産業ですよ。ね、その産業がガーンって減るんですから。ね、そりゃ、他のビジネスが、ね、後々、ね、数ヶ月後、1年後、ね、どん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 その歪みがしわ寄せになって出てくるんですよ。うん、だから、ね、いや、飲食店がストップしたから、だからみんな影響がない。一部の人たちだけなんだよ、影響はって考えるのが、これそもそもナンセンスで、カズレーザーって、なんか頭いいとか、評価されてますけど、これだけピックアップしたらものすごいアホですよね。経済って全部がつながってんすよ。全部がつながってんすよ。ねえ、僕だってそうですし、ねえ、いろんな仕事、ねえ、お客さんがいるから成り立ってて、そのお客さんって千差万別の職業をしてて、で、ねえ、その一個がなんか歪んでしまうことによって、なんかいろんなところに影響する、ねえ、風が吹けば桶屋が儲かるのシステムで言うと、ね、飲食店が沈めば服屋が、業績悪化みたいな。なんようわからんけど、そういうことですよ。だから飲食店が赤いようになった、でも飲食店の人だけだからお金出さなくていいじゃないんですよ。ねえ、いや、こういうことをね、平気でテレビはね、シャーシャーと言うわけですよ。危ないんですよ、だから。はい。まあまあ、もちろんね、今日紹介したような話以外にも、ね、いろんな形で、なんかその、世論を作ろうとするというかね、ね、飲食店の人たちお金受け取るのをちょっとためらってください的な映像であったりとかね、うん、飲食店だけしか影響ないから、そうか、10万円給付って訴えるのはやっぱおかしいんか、とかね。いや、じゃないじゃないって、全部考え方おかしいから、まあ、こんなんにね、影響されないように、ね、気をつけてください。こんなん言うてる人が身の回りにいたら、いやいや、あんたそれちゃうで、と。いや、こうこうこうでな、っていうふうに、ちゃんと説明してあげてほしいなと。ほんで、もうこれも説明するの邪魔くさいなと思ったら、この動画ね、ポーンともうシェアしてね、送りつけてやってくださいよ。その人の LINE でもなんでも。はい。まあ、ということで、ね、うん、テレビにはくれぐれもご注意を。